俺はパニー、28歳。とある会社に勤めるサラリーマンだ。俺は陰キャで、恐竜やフィギュアが大好きな、いわゆるオタク。ただ、そんな俺は今、絶賛恋愛中なんだ。数ヶ月前にうちの部署に入社してきたエリカさんは、とても美人で仕事ができて、何より優しかった。パニーさん、これ、チョコレート。みんなにあげる分ないんで、こっそり食べてくださいね。なんて、みんなには内緒で、俺にチョコレートをくれたり。ちなみに、エリカさんだけではなく、上司とも割とうまくやっていた俺なのだが、同僚たちとは全然反りが合わなかった。俺と同時期に入社した同僚社員たちは、ほとんど陽キャ。ブランドの話をしたり、流行ってるクラブや海外旅行の話をしたり、俺とは全く趣味思考が合わなかった。いや、別にそれで、俺が彼らを毛嫌いすることはなかったんだが、向こうが俺をたびたび見下してくる。しかも、器用な俺が断れないと知って仕事を押し付けてくるし、ここでは言えないような最悪な嫌がらせをされることもあった。特に厄介なのは、トモという男性社員。ある日の午後も俺に。あー、陰キャ、お前この仕事やっとけよ。そう言って、当たり前のように俺のデスクに資料の束を置いていきやがった。自分の仕事は自分でやってくれ。うるせえな。お前は影薄いんだから、人一倍仕事して、みんなに存在感をアピールしないとだろ。じゃ、頼んだぞ。そんな友を見て、友とよく一緒につるんでる女性社員のアズハ、ルナ、いつも。やだ、友ってば、またパニーに仕事押し付けてる。でも仕方ないよね。あの人、本当に影薄いし。てか、私たちの仕事もやってもらおうよ。あと、三人も笑いながら、とも同様、俺のデスクに資料の束を置いた。ただ、俺の仕事が増えれば増えるほど、エリカさんがそれに気づいて。ん？あれ？パニーさんこんなに仕事がいっぱい。私、もう自分の仕事が終わったんで、手伝いますね。ありがとうございます。と、エリカさんと一緒に、よく二人きりで、オフィスに残って残業できるんだ。正直、逆に奴らにありがたいとさえ思ってしまうこともあったのだが、一応あいつら、会社から給料もらってるわけだし、俺は上司にこのことを以前から、逐一報告していた。そんなある日のことだ。昼休み、社員食堂で昼食をとっていると、パニーさん、隣いいですか？おい！なんとエリカさんが、焼き魚定食の乗ったトレイを持って、俺の隣に突然座ったんだ。もうすぐハロウィンじゃないですか？トモさんの家に同僚みんなで集まってパーティーするって聞きました？パーティー？いや、俺がトモにハロウィンパーティーなんて呼ばれるわけがない。エリカさんは俺がトモたちに嫌がらせをされたり、見下されてることを知らないようだった。エリカさんはちょっと鈍いところがある。それと、俺が上司以外に奴らの愚痴をあえてわざわざ話さなかったし、トモはエリカさんの前では、俺にそういう言動をあからさまには取らなかった。トモもまた、エリカさんに憧れてるようだったからな。エリカさんに自分の嫌な姿は見せたくないんだろうな、トモは。ちなみにトモは金持ちの家の息子で、親から買ってもらった広い高級マンションに一人で暮らしているそうだ。俺は誘われてないですね。え？トモさん、同期は全員誘うって言ってましたよ。トモさんとパニーさん、同期なんですよね。と、その時だった。エリカさん。トモが、後ろからエリカさんに声をかけた。そして俺を睨みつけると、すぐにエリカさんに笑顔を向けた。エリカさん、よかったら俺とご飯食べません？ああ、トモさん。今ちょうど、パニーさんとハロウィンパーティーの話をしてたんですけど、トモさん、まだパニーさんのこと誘ってなかったんですね。もちろんパニーさんも誘うつもりだったんでしょ？パニーのこと？げんなりした表情で俺に目をやるトモ。そしてトモは俺とは逆のエリカさんの隣に腰掛けた。いやー、パニーは来たくないと思いますよ。パニーは人が嫌いなんですよ。エリカさん、ぼっちのこいつを気遣ってよく声かけてやってるけど、陰ではこいつエリカさんのことうざがってますよ。ドローパニー。俺はそんなこと。なんてやつだ。
そんなこと言ったらエリカさんに嫌われるじゃないか。あとその時だった。あら、パニーさんはそんな人じゃありませんね、パニーさん。エリカさん、この人は太陽のような人だな。てが、そういうパーティーみたいなのパニーは苦手だろ。来たくない人を無理に誘うのもね。え、そうなんですか。パニーさん来たくないんですか。絶対楽しいですよ。私もいますし、一緒に楽しい時間を過ごしましょうよ。ね、トモさんもそう思いますよね。エリカさんはどうしても俺をパーティーに参加させたいらしい。そんなエリカさんに最終的にトモも、わかりましたよ。バニー、お前も来い。と、舌打ち交じりにそう言ってきた。よかったですね、バニーさん。ああ、が、エリカさんが昼食を食べ終わって、一人トレイを片付けに行くと。たく、お前ふざけんじゃねえよ。は?言っておくけど、エリカさんがどうしてもって言うから、お前に来ていいって言ったんだからな。後で閉めてやっから、覚えとけよ。というか、俺はエリカさんにああ言われても、行くかどうか迷ってるんだ。どうせろくな目には合わないだろうし。と思っていたのだが、そこからたびたびエリカさんが、ハロウィンパーティー楽しみですね、と、俺に言ってきたのだ。エリカさんの女神のような笑顔を見てるうちに、俺はパーティーを欠席するわけにはいかないような気がしてきてしまった。で、パーティー前日、金曜日のこと。そういえば、明日のハロウィンパーティー、みんな仮装してくるようにって、さっき女性社員たちが話してましたね。そうなのだ。明日は全員コスプレね、と、アズハ、ルナ、ユズカ、俺にもそんなことを言ってきた。だけど、陰キャの俺にはだいぶハードルが高い。ああ、でも俺は普通の格好で行こうかと思ってて。え?トライしてみましょうよ。私も恥ずかしいけど、頑張りますから。ね?うわ、かわいい笑顔だ、エリカさん。エリカさんに言われちゃ、やらないわけにいかないよな。うん。エリカさんのために、頑張ってみようかな。その夜、俺は妹のパニコに電話した。実は俺の妹のパニコは、俺と違ってすごくおしゃれなんだ。仕事もヘアメイクアップアーティストで芸能人やモデルのメイクを担当することもあるんだと。え、パニーが仮装?ほんほん、なるほど。オッケー。パニーは素材がいいから腕が鳴る。私に任せて、超絶いい感じにしてあげる。そしてパニコは翌日、衣装とメイク道具を持って俺の家に来てくれた。1時間ほどパニコにヘアメイクをやってもらったんだが、完成!我ながら完璧!おい、これ、大丈夫か?なんか、別人すぎるというか。ああ、全然別人じゃないし、もともとのパニーの素材を活かして、いい感じにしてあげたんじゃない。はい、これで出かけておいで。パニコには申し訳ないのだが、この格好で家を出るのは、かなり恥ずかしかった。道行く人も、俺のことをチラチラ見てるし、途中からたまらなくなってタクシーに乗った。そしてトモのマンションの前へ到着したわけなのだが、向こうから大きな声で騒ぎながらアズハ、ルナ、ユズカやってきた。3人はなんと私服だった。みんな仮装してくるんじゃなかったのか。パニー本当に仮装してくるかな。エリカさんにはちゃんと昨日の夜、仮装してくるって話は冗談だって言ったし。ね、パニーにも私たちが仮装は冗談だって連絡しておきましたってエリカさんに話しておいたし。そんな。ねえ、とも、約束通り私たちにブランドバッグ買ってくれんのかな。パニーが一人だけ仮装してくるように仕向ければ私たちに褒美くれるって言ってたでしょ。そんなこと。まあ、万が一仮装してこなくても私たちはあいつの言う通りやったんだから絶対に買わせよ。だね。てか、トモも性格悪いよね。パニーだけ仮装させて笑い物にされたかさ。そんな。エリカさんがぼっちなパニーを気遣っていつも声かけるから、あいつ嫉妬してんでしょ。そしてアズハとルナ、ユズはマンションの玄関の中へ入っていった。あいつら、
俺をはめたのか。ふざけやがって。こんな格好であいつの前に姿を現したら、みんなの前で笑い者にされる。そして俺はぼっちで一人ポツンとしてる羽目になるに違いない。もう帰ろう。とその時だ。あれパニーさん、パニーさんですよね。仮装は冗談だったってパニーさんにも連絡がいったはずじゃ。俺帰ります。もう顔から火が出そうなくらい恥ずかしかったけど、エリカさんはこう言ったんだ。そんな、その姿素敵です。あ、私はパニーさんと今日過ごしたいの。行きましょうパニーさん。ちょっと。なんとエリカさんが俺の体に自分の体を密着させ、ニコニコしながら腕を組んできたのだ。なんだこの嬉しい状況は。俺はついドキドキしてしまい、エリカさんに連れられるままエレベーターに乗り込んだ。エリカさんが友のうちのインターホンを鳴らすと、アズハ、ルナ、ユズの3人ではない同僚の女性社員が出てきた。俺の体はほとんどドアに隠れていて、その女性社員の視界には入っていなかったらしい。なんでエリカさんと俺は友のうちに上がらせてもらったわけなんだが、玄関の正面の閉まったドアの前から友のこんな声が聞こえてきたんだ。みんな、さっきも言った通り、パニーが来たら盛大に笑えよ。その直後、最低という声が聞こえたんだが、女性の笑い声もした。おそらく笑ってるのは、アズハとルナ、ユズだろうな。そこで、エリカさんがドアを開けて。皆さん、お待たせ。部屋の中にいた同僚たちの視線が、一気に俺に集中した。そして、みんな、沈黙。もちろん仮装してるやつなんて誰もいない。が、次の瞬間だ。アズハとルナとユズ以外の女性社員たちが、キャーッと黄色い声を上げながら、俺のところにやってきたんだ。そして俺の体に次々ひっついてくるではないか。うわぁ、ちょ、俺はもみくちゃにされながら、女性陣に、かわいい、写真撮ろうと言われまくっていた。なんだあいつ。パニーだよな。てかパニー、メガネ外して髪セットしたら、超イケメン。イケメン海賊王のコスプレ、いい。私、結構好きかも。おい、お前ら、何目ん玉ハートマークにしてやがんだよ。あいつ、仮装なんてさせなきゃよかった。その時だ。急にエリカさんが、俺にひっついてきた女性陣をかき分け、力ずくで俺の腕に自分の腕を絡めてきたのだ。そして、パニーさんは、私のです。その場にいた全員がびっくりして声を発したわけなのだが、特に大きな声が出てしまったのは、俺と友だった。だって、みんながパニーさんにひっついて、やきもち焼いちゃって、私、ずっと前からパニーさんのこと。そこで友が、けたたましい叫び声を上げたんだ。お前、ふざけんな。エリカさん、こんな陰キャよりも、俺と付き合ってください。するとエリカさんが、一瞬で真顔になり、はっと小さくつぶやいた。私、あなた絶対無理です。え？てか、もう私の仕事は終わったし、今行ってもいっか。私、実はあなた方の上司に雇われた、社内調査員なんです。はあ？あなたがパニーさんに嫌がらせしてる証拠をつかむために送り込まれたの。動画も音声ももう撮れて昨日提出したんで、あなた次の出社日に上司から呼び出されますよ。トモさんだけじゃありません。アズハさん、ルナさん、ユズさん、あなたたちもです。え？嘘？やばー。なんとエリカさんはトモたちに俺が嫌がらせされていることを知っていたのか。プロってすごいな。全然そんな素振りなかったのに。ってことで、ここじゃゆっくり話ができないし、行きましょう、パニーさん。ちょっと、エリカさん。そう言ってエリカさんは、俺の腕をぐいぐいと玄関引っ張った。その際、エリカさん！と、
トモの泣き叫ぶ声がした。その声を無視して、俺たちはマンションのエレベーターの前へ。あの、さっきは急に、ごめんなさい。私、エリカさんは恥ずかしそうにうつむき、顔を真っ赤にしていた。そこで俺は、意を消した。俺、エリカさんが好きです。お付き合いしてください。エリカさんは、一瞬キョトンとした後に、にっこり笑った。そして、はい、もちろんです。やってきたエレベーターに乗り込むと、俺たちは強く強く手を握り合ったのだった。その後、トモとアズハ、ルナとユズは、なんと、リストラの対象になった。うちの会社、最近業績がそこまで良くなかったし、あいつらが俺に仕事を押し付け、仕事をサボってる映像を、エリカさんがバッチリ録画していたんだ。しかも、トモの父親は、非常に厳格な人らしい上に、うちの会社の社長を恩人と慕っていたようで、社長に迷惑をかけたことに対して、大激怒。トモと縁を切ったらしい。もちろん、あのマンションからも追い出され、住む場所と職を一気に失った。就職難のこのご時世、トモは次に働ける条件のいい会社が見つからず、そのままホストになったらしい。が、あんな性格だから、全然人気が出なかったそうだ。今まで父親の金で贅沢三昧していたトモは、生活水準を下げられず、借金まみれになって闇金に駆け込んだ。その借金の返済ができなくなり、今では海外の超絶危ない国で、寝る間もなく命がけで木を切る仕事をしてるらしい。ちなみに、アズハ、ルナとユズも新しい就職先が見つからなかったそうだが、そんな中、ホストになったトモに、俺の店に来いよと誘われたことをきっかけに、その店のナンバーワンホストにハマって借金まみれになった。トモに紹介されて闇金に揃って駆け込んだんだと。最終的に3人は別々の国に飛ばされ、それぞれ怖くてがたいのいい男たちの命令を何でも聞く。使用人として働いてるそうだ。ちなみに俺はというと、あの職場に俺をいびるやつが一人もいなくなって本当に平和になった。そうそう、エリカは社内調査員の仕事を終えてうちの会社から去っていったよ。だけど俺たち実は今一緒に住んでるんだ。婚約したからな。この間俺とエリカのうちにパニコが遊びに来たんだが、こんにちはパニー、エリカさん。こんにちはパニコさん、プリン用意しておきましたよ。わーい、やったー、いつもごちそうさまです。しかしエリカとパニコ本当に仲良しだよね。俺とエリカ以上にパニコとエリカがラブラブなんだが。やきもち焼かないの。それにしてもこんなに素敵な恋人ゲットしちゃって、パニーも憎いわね。お幸せね、この子の。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。